私をこんなところに連れてきてただで済むと思うなよ。ただじゃ済まないのはお前の方だ。まあまあ伊達くん、落ち着いて。サガン・イリスを知ってるな？いや、知らんな。聞いたこともない名前だ。これは私のデータベースに保存されていた画像を事情聴取用にプリントアウトしたものだ。彼女に会ったことは？ないな。じゃあ死体を見たことは？死体？お前はイリスの死体を見たはずだ。何を根拠にそんなことを？瀬島は死体発見現場である冷凍倉庫から出てきた。その時の様子を相棒はしっかりと記録していた。ギリギリバッテリーが切れる前だったからな。イリスの死体は江東区有明4丁目港の倉庫街にある沖浦水産冷凍倉庫の中で発見された。沖浦水産？ああ、確かに気にはなるが、その件については後回しだ。殺害現場は不明。倉庫内に血痕らしきものは見当たらなかったため、別の場所で殺害された可能性が高い。イリスの死体は沖浦水産冷凍倉庫で発見された。で、だから何だと言うんだ？こいつが根拠だ。アイボ、再生を頼む。了解。なるほど、取られていたのでは仕方がない。死体を見たんだ？いや、確かに私はあの倉庫に行った。だが死体など見てはおらんよ。嘘をつくな。本当だと思う。だったらどうしてあんなところに？黙秘する。なんだと？黙秘すると言ったんだ。日本国憲法第38条で保障された正当な権利だよ。一応こう見えても国会議員なのでね、憲法の条文ぐらいは知っている。あの伊達君、ちょっといい？なんだ？死体を見たかどうかなんてこの際どうでもいいでしょ。先生はお忙しい方なんだから、あまりお引き止めしても。要するに遠回しな質問はやめろと。私もそう思う。伊達は瀬島がやったんじゃないかと思ってるんだろう。少なくとも何らかの形で犯行に関わっていると。ああ、だったらまずはアリバイでも聞いたらどうだ。死体発見時の凍結状況から考えて、イリスの体が冷却され始めてから18時間以上は経過していたはず。俺が冷凍倉庫に入ったのは午後9時頃だったから、その18時間前、午前3時よりも前に冷却は開始されたことになる。最後にイリスの生存が確認されたのは午前2時。それまでイリスはネット動画の生配信を行っていたため、この時刻に間違いはない。したがって
イリスは午前2時から3時までの間に殺害されたものと考えられる。イリスが殺害された時刻は本日未明、午前2時から3時の間と考えられる。お前はその頃どこで何をしてた？昨夜は徹夜で麻雀を。場所は新宿三丁目のドラドラという雀荘だ。国会議員が雀荘に？雀荘といっても一般庶民が入れるようなところではない。麻雀なら卓を囲んでいた相手が3人はいるはずだが。そこはフリーの雀荘なんだよ。3人とも見ず知らずの他人だった。伊達、調べてみた。その店は個室形式の小さな雀荘だ。店主が一人で切り盛りしている。個室形式ということは他の客からも目撃情報は得られない。店主が一人なら口裏を合わせることも可能。おまけに打っていた3人からも裏が取れないとすると、アリバイはなきに等しい。瀬島、やっぱりお前が。よしてくれ、バカバカしい。君は名波翔子の件でも私を疑っていたね。私は誰も殺してなどいない。翔子もそのイリスとかいう女の子も、そもそも私が彼女を刺したとするなら、どうして冷凍倉庫なんかに。今なんて。イリスの死体は凍りついた状態で発見された。右目からは眼球が抜き取られており、背中には複数の刺し傷が。他に目立った外傷はなかったことから、この刺し傷が致命傷になったものと思われる。傷口の形状および大きさから、凶器は鋭利な刃物、おそらく料理用の包丁と推測される。俺はイリスの死因について一言も言っていない。なのになぜ知ってる？イリスが刺されたと。それはその。瀬島、お前がやったんだな。バカなことを言うな。だったらどうして知ってたんだ。言い逃れはやめろ。ボス、シンクの許可を。こいつの頭を覗いてはっきりさせてやる。わかったわ、伊達くん。シンクして。瀬島さんには薬で眠っていただきました。大丈夫、いつも使ってるやつですから、シンクに影響はありません。伊達くん、始めるわよ。ああ。6分間の制限時間のこと忘れないでくださいね。しつこいんだよ、お前は。では開始します。見たか、私のドライビングテクニック。ああ、思いっきり事故ってたが。違う、私はただブレーキとアクセルを踏み間違えただけだ。そういうのを事故ったって言うんだよ。これはそらしたな。いいから周りを見てみろ。
一言で言うと異様だな。瀬島のひん曲がった根性を反映してるんじゃないか。ここまで一貫性があると逆に好感が、いや持てないな。ああ気分の悪い夢だ。早く手がかりを見つけて。ここからイリスだ。ここで一体何を。イリス、中に入れないのか。ああさっきの人影は。ここは瀬島のソムニウム。深紅中、我々は三人称的な視点から対象者の夢を経験する。つまり瀬島ってことか。わからないが、おそらく。どういうことだ。この歪んだ空間の中だけ時間がループしているらしい。時間がループ?おい、なんとかならないのか。なんとかって言われても。こんな光景を何度も何度も見続けろっていうのか。もちろん私だって見たくはない。じゃあ助けてみるか。そうすれば瀬島が知っているイリスの像から何か聞き出せるかもしれないし。ん?よくわからないが、とにかく。ああどうにかしてイリスを救出しよう。わかった。だがそのためにはまずあのバカでかい木箱が邪魔だな。ソムニウムスキャン開始。フォークリフトだ。うむ、任せろ。ドリフトキングの異名を見せつける時が来たな。さっき思いっきり事故ってた。それにフォークリフトは前輪駆動だし。何か出てきたぞ。飛び込めばボーナスステージへ行けそうだな。お前の頭はハッピーセットか。突如出現した謎の空間だ。あそこと繋がっているようだ。小石とは思えない鈍い音がしたが。謎の空間がある。
ここに。そうだ。手を。そうだ、お前ならできる。仕方がない。おお、なんかこんな感じのボスキャラ見たことあるぞ。あの木箱の山も邪魔なのか。一つずつどかしている暇はないぞ。あのクレーンが使えればいいんだが。中に入ったはずだが、ここは。これは何かの操作盤か。動かない。なるほど、これでダメなら。倉庫への扉だ。誰かいるか。無反応だな。誰かいても反応するわけがないか。残り4分を切ったわ。操作盤だ。人間には入力が難しい例のコマンドのことか。ああ、 GH のレイジング。任せろ、そして黙れ。待て、この形状のレバーでそのコマンド入力は。やってみたら意外とできてしまうかもしれないぞ。とりあえずやってみるか。すがすがしい KO だ。あの隙間さえ通れれば。
倉庫への扉だ。三河屋でーす。倉庫への扉だ。お、何か出てきたぞ。このような工程で作られる糊は平安時代貴族の間で貴重品として扱われ。余計なナレーションをつけるな。次はクレーンに吊るされた木箱が邪魔してるのか。あの木箱の下、何かなかったか。とりあえず戻って持ち上げてみるか。3分を切ったわよ、伊達くん。倉庫に。三河屋でーす。これは何かの操作盤か。わかった。下に何かあるな。なんとかイリスを助けられたようだが。あの影はやはり。さっきのソムニウム、イリスがいた。ええ、モニタリングしてたから知ってるわ。正体不明の人影がイリスを刺し殺そうとした。それを伊達さんと相棒が。あの人影は瀬島自身である可能性が高いわね。彼が客観的に認識している自身の像、それを伊達さんの自我アルゴリズムが処理した結果、あの姿として現れたものと考えられます。何をごちゃごちゃと話してる。用が済んだならさっさと解放してくれ。
そこのモニターでしっかりと見てたわ。謎の人影に刺し殺されそうになったイリスを相棒が救った。相棒と伊達君は一心同体みたいなものだから、あなたが救ったとも言えるわね。でもソムニウムで起こったことの全ては架空の出来事に過ぎないのよ。夢でイリスを助けても彼女は生き返ったりはしない。残念だけど。机を持ち上げて瀬島の頭に叩きつけてやるか。やれやれ、どうやら例の物質が足りないようだな。例の物質？人間の脳には大きく分けて2種類の要素が詰め込まれています。一つは記憶、もう一つはアルゴリズムを構成する仕組みです。前者の方はいいとして、問題は後者の方。これは入力されたある情報から出力結果を導き出すための手順、手続きのことなんですが、まあそう言ってもさっぱりわからないと思うので PC で例えてみましょう。記憶というのはハードディスクに保存されたデータのことで、アルゴリズムというのはプログラムに書き込まれた内容のことです。このプログラムには原始的なものから高等なものまで様々なコードが記載されています。このうち意識現象を生み出す機構のことを我々研究者は自我アルゴリズムと呼んでいるのです。難しく考える必要はありません。自我アルゴリズムとは要するに自我自体と考えてもらって結構です。認識の主体、意識そのものだと。これまで人間の自我が脳内のどこにあるのかなんて絶対に分かりっこないと思われていました。ところがウジャトシステムの登場によってこの常識は覆されることに。ウジャトシステムとは私にも搭載されている AI の基幹プログラムのことだ。これを用いることで人間の脳内にある神経回路の地図、ヒトコネクトームの解析はほぼ全て完了。意識現象に関わっている特定の回路を突き止めることに成功したのです。とはいえ我々人類には未だに理解不能なんですけどね。あまりにも複雑すぎて。ですが理解はできなくても利用はできます。電磁波の正体がわからなくても誰でも電子レンジが使えるように。我々はウジャトの解析結果からシンカーの自我データを抽出、これを対象者の脳内に送り込むことで進歩を実現しているのです。シンクシステムではシンカーの自我のみが対象者のソムニウム内に潜ります。潜在意識の底へと落ちていく、沈むと言ってもいいでしょう。この時シンカーの記憶データは元の脳内に取り残されたままです。卵で例えると自我という黄身だけが対象者の脳内に入り、記憶である白身の部分は殻の中に残ったままということになります。したがってシンカーは自我のみの存在として対象者のソムニウムを経験することになるのです。まあ厳密に言うと完全に自我だけってわけでもないんですけどね。シンクの際は若干の記憶データも付随して注ぎ込まれることになります。生卵から黄身だけを抜き取ろうと思っても必ず少しは周りの白身がついてきてしまう。それと同じことです。シンクの対象者がある人物や物体をあやふやなものとして記憶している場合、それは夢の中で明確な形を伴わず漠然としたものとして出現します。たとえそれが夢の当事者である本人自身だったとしても。
シンカーはソムニウムの出来事を三人称視点で見るという話は前にしましたよね。夢の当事者自身が姿を現すのはそのためだと。もしかしたら彼は客観的な自分の姿をイメージできていないのかもしれません。鏡とか自分が写ってる写真とか出演しているテレビ番組もあまり見たことがないのかも。政治家にしては珍しいタイプですけどね。でもいないことはありません。むしろ自分自身を客観視しないことで、どの口がみたいなことでも平然と言ってのけることができる。これはある意味強力ですよ。自分のことを棚に上げて神の視点から物が言えるわけですから、ある種のカリスマ性を持った人にはこういうタイプは少なくありません。彼は客観的な自己像を持っていない。だとしたら自分の姿があんな風に曖昧な形で現れたとしても、要するにあの人影はやっぱり、僕はそう思いますけどね。それがまだ何の報告もないのよね。だいぶ前に現場にはついてるはずなんだけど。それにしても沖浦水産冷凍倉庫って。ああそうなんだ。相棒、あの沖浦と関係してるかどうか調べてくれないか。わかった。そういえばまだ聞いてないことがあったな。2日前の午後9時過ぎ、お前は名波翔子に電話をかけたと認めた。なぜ電話を？プライベートなことだ。お前に話す必要はない。2日前の午後5時頃、お前はどこで何を？麻布の自宅で本を読んでいた。家政婦やボディーガードに聞いてみるといい。嘘ではないと証言してくれるだろう。確かにボディーガードの証言とは一致する。あいつは身内みたいなものだ。口裏を合わせることならいくらでも。だから知らんと言ってるだろうが。そんなはずはない。俺はあんたの夢の中でイリスを見たんだ。人は記憶にないものを夢で見ることはない。何の話をしてる？さっぱりわからんな。違う。この後に及んでまだとぼけるつもりか。だったらどうしてイリスが刺されたことを？聞いたんだよ。何？ここに来る途中でそこにいる女からナイフか何かで背中を刺された死体が発見されたとね。え、私？私のこと？そう。ああ、そういえば言ったかもしれないわね。伊達君から背中に複数の創傷痕って聞いてたから。ボス、なんで？これで分からなくなったな。もしかしたら本当に瀬島はイリスの死体を見ていないのかもしれない。いや、そんなわけがない。瀬島は確かに倉庫から。だからといって死体を見たということにはならないだろ。伊達、捜査班から連絡が。アビスの伊達だ。どうした？すみません、一つ確認させていただきたいことがあるのですが、よろしいでしょうか？なんだ？死体を発見されたのは江東区有明4丁目沖浦水産冷凍倉庫で間違いないですか？
ああ、確かにそこだが。そうですか。何かあったのか。いえ、それがそのないんですよ。ない？倉庫内を隅々まで調べてみたんですがね、死体なんてものはどこにも。バカな、どうして。倉庫内はくまなく調べてみました。ですが、伊達、疑うわけではないが、本当に。ああ、間違いない。俺は確かに見たんだ。この右目で、イリスの死体を。うむ。だとしたら、誰かが持ち去ったのかもしれんな。捜査班が到着する前に。いや、もう一つ可能性が。可能性？イリス、ちょっとどういうつもり？チャイムも鳴らさずにいきなり入ってくるなんて。ああ、瑞希ちゃん、今晩うちにお泊まりすることに。あの、どうかしました？歴史が変わった。俺と相棒は昨日のシンクでイリスを助けた。イリスは殺されなかったんだ。夢の中ではな。もしかしたら夢が現実を変えたのかも。バカな。だってそう考えるしかないだろう。イリスは生き返ったんだ、間違いなく。ただ盾のバターか。は？私、前からずっと気になってたのよね。伊達くんのボールとサッカーボール、大きいのはどっちなのかなって。サッカーボールに決まってんだろ。この絨毯、絶対にめくっちゃダメだからね。いい？わかった？何隠してんだよ。ああ、伊達くんもそのラジコンみたいに思い通りに操縦できたらいいのにな。そしたら伊達くんにあんなことやこんなこともさせられるのに。ブラコンから風が吹き出している。誰がブラコンよ。
テ君、あのマトリョーシカと相棒、どっちが可愛いと思う？それはもちろん前者だ。お前の内臓をくり抜いてマトリョーシカにしてやろうか。椅子って感じ。分解すると屈式キノコになるじゃない？屈式キノコ、なんだか男性のあれみたいね。お前は下ネタしか言えんのか。小学生の頃、あの三角定規を使って銃撃戦ごっこみたいなのしなかった？知ってるだろう。俺には6年前よりも過去の記憶はないんだ。かぼちゃのお面を？かぼちゃを。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー to you。 ハッピーバースデーの歌って昔は著作権に引っかかっちゃうから歌えなかったのよね。でも今はパブリックドメインになったから、こうしてのびのびと歌うことができるの。なんて素晴らしいのかしら。1月だぞ。それは験担ぎみたいなもんよ。アビスの神官がちゃんと浮かんでこられるようにって。私そこにいる全員と毎晩一緒に寝てるの。ふかふかして気持ちいいのよね。抱き枕を。ねえ伊達くん、スキー行こう。ね、なんだよ突然。ダメ？ダメに決まってんだろ、捜査中だぞ。じゃあスキー行この逆のことしよっか。そんなこと私が絶対許さないからな。冗談に決まってるでしょ。何焼いてんのよ。今のダーツマシンってたくさん開いてる穴にダーツの先端を突き刺すようになってるじゃない。なんとなく卑猥よね。どこが卑猥なんだ。お前は知らなくていい。伊達くんとコーヒーって似てるわよね。どっちも真っ黒でしょ。俺の腹のことを言ってるのか。うん、それよりも下のこと。腹よりも下ってことは足の爪のことか。確かに赤が詰まって真っ黒だもんな。伊達くんと相棒はソムニウム世界でイリスを救った。それによって現実世界の歴史が改変された。
確かにありえない話じゃないわね。ボス、昨日と言ってることが。昨日は昨日、今日は今日よ。女って生き物は月の満ち欠けによって人格が変わるの。暴論だな。とにかく私は伊達君を信じるわ。最も信頼のおける部下だもの。瀬島は怪しさ満載、おかしさ全開なのよね。瀬島の怪しさポイントその1、3日前瀬島は名波翔子のスマホに電話をかけた。具体的な理由は不明。ただプライベートなことだとしか教えてはくれなかった。その2、瀬島は昨夜沖浦水産冷凍倉庫を訪れている。ところがこの件については完全に黙秘。何か知られては困る事情があるみたいだった。その3、瀬島のソムニウムにはイリスがいた。人は記憶にないものを夢に見ることはない。にもかかわらず瀬島はイリスのことを知らないと言い張った。不思議なこともあるものね。2日前伊達くんは瑞希のソムニウムで凍りついたイリスの死体を見た。今思えば確かにあれは予知夢だったのかも。ボス、世の中にはね、科学では説明できないことがたくさんあるのよ。そんなことあるわけがない。夢は想像の産物だ。頭の中の出来事が現実の歴史を書き換えるなんて荒唐無稽も甚だしい。だったら何か、夢の中で100万拾ったら口座の残高が一桁増えるとでも。夢の中で宇宙人が攻めてきたら実際に UFO の大群が押し寄せてくるとでも言うのか。だが俺は確かに冷凍倉庫で。おそらく幻覚でも見たんだろう。お前は水木のソムニウムで凍りついたイリスの死体を目の当たりにした。そのことが心の底に引っかかっていて、もしどうしても気になるならイリスから詳しく話を聞いたらどうだ。昨夜のお前は放心状態でほとんど口も聞いてなかったからな。昨夜家に返したわ。返した？だってしょうがないでしょ。証拠もないのに交流なんてできないもの。そもそもイリスの件については事件そのものが発生してないし。いずれにせよ瀬島からはもう一度話を聞くべきかもしれんな。調べてみた。あの冷凍倉庫はその名の通り沖浦水産株式会社が所有しているものだと分かった。沖浦水産は我々が知っているあの沖浦蓮樹の父親が一代で築き上げた会社だ。やっぱり沖浦と関係が。いや、どうもそういうわけでもなさそうだ。現在の沖浦水産は沖浦蓮樹とは何の関係もない。17年前に沖浦の父親が病死して以降、会社は別の役員が代表となって経営されている。沖浦蓮樹は株を持っていないし経営にも関わっていない。要するに沖浦は父親の後を継がずに会社を別の人物に譲渡したということだ。でも偶然にしてはちょっと。まあ確かに。あの冷凍倉庫、もう一度調べたいというなら止めはしない。もしかしたらイリス復活に関する謎が解けるかもしれないしな。3日前の夜、瑞希がブルームパークに行ったのは
沖浦の携帯から発信されたナイルを受け取ったためだ。このことから考えられる可能性は3つ。1、沖浦は翔子を殺した犯人または共犯である。2、沖浦は犯人に脅迫され水木を現場に誘い出した。3、何らかの方法で沖浦の携帯を入手した犯人が水木にナイルを送った。いずれの場合も動機は不明。沖浦から話を聞かないことには何とも。沖浦のやつ一体どこに。昨日マーブルのママに沖浦に関する情報収集を依頼しただろ。ママのところに行って何か分かったかどうか聞いてみないか。あとはイリスの母親サガン瞳に聞いてみるのも手かもしれないわね。彼女沖浦の同級生なんでしょ。相棒から聞いたわ。携帯の電源は入っている。 GPS の信号からイリスの居場所は特定できた。彼女は今レムニスケイトにいるようだ。会うべき人物は4人。瀬島、イリス、瞳、ママ。それからもう一度冷凍倉庫も調べておきたいし。目的地が多いな。とにかく行動開始だ。